節から。昨日は悔い改めってことを話しましたけれども、今日はこの聖書の御言葉を解き明かしていきたいと思います。1節から4節。3ページ。その頃、バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。この人は預言者ユダヤによって荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。このヨハネはラクダの木の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物は稲ごとの水であった。今日はまずここまで見ておきたいと思いますけれども、バプテスマのヨハネというのは、バプテスマとは洗礼的なんですけれども、弟子のヨハネとは違って、イエス・キリストの道どないをするために生まれたヨハネであります。で、このヨハネは、ルカの福音書を見れば分かるように、祭司でアカリアとエリサベスの子だったんですけれども、イエス様が女から生まれた者の中で、ヨハネより優れた者はいなかったと言われた方なので、肉なる人間としては、これは最高の人間とあります。しかし、イエス様を信じた私たちの方が、彼よりも優れていると言われたんですよね。それがイエス様を信じるということは素晴らしいことなんですけれども、このバプテスマのヨハネが現れた、単に生まれたんじゃなくて、交渉街に入って、バプテスマの交渉街ですね、働きを始めたわけです。でユダヤの荒野で教えを述べていったと。何を言ったか、悔い改めなさい。天の御国が近づいたからって言ったんですね。で、バプテスマの人の仕事はこの後に書いてある通り、荒野で叫ぶ預言者なんですね。で、実は中間時代って400年間預言者がいなかったんです。で、イスラエルの国は預言者によっていつも神の言葉を聞いたんですけど、神の言葉が聞こえない400年間があって、その暗黒の後に再びバプテスマのヨハネが出てきて、そして預言者が。で、その彼の仕事は何かというと、主の道を用意、主の通り道をまっすぐにすると。イエス・キリスト、救い主キリストが来る前に、そのキリストが来るための道を用意して、その道をまっすぐにする。もうちょっと砕いて言えば、人々の心をイエス・キリストを信じることができるように、イエス・キリストを受け取ることができるように、整え備えることだったんですね。で、それが彼の仕事だったんですが、その彼が言った言葉は、悔い改めなさい。天の御国が近づいたからってことですね。で、悔い改めるってことはないかったら、昨日はクリスチャンの悔い改めの話しましたけど、これは方向転換です。神に背を向けて生きていた人生から向き直って神様の方に向いて神の愛の中を光の中を生きる人生に変える。神を信じていなかった人生から神様を信じる人生に変わる。方向転換することですね。悔い改めるということはね。で、悔い改めなさいというふうに彼は叫んだわけでありますね。そしてその悔い改めのメッセージを語りながら主の道を用意、主の通り道をまっすぐにしたんです。で、彼はラクダの毛の着物を着、腰に革の帯を締め、その食べ物は稲ごとの水だったと。これは預言者のスタイルですね。今あんまりこういう格好してる人はいないと思いますし、こういう格好はしなくていいですが、格好はしなくていいですが、心はあまりに、なんて言うんでしょうかね、贅沢に満たされ、なんかこう、言うと危ないと思うんですね。預言者ってのはいつもですね。で、預言者の特徴は何かというと、神の言葉を語る人なんですね。で、主の道をまっすぐする預言者というのは、悔い改めなさいって説教したんで、悔い改めなさいという説教は昨日やって分かりましたけど、インターナショナルサービスで受けが良くなかったですね。で、日本人も、寝てしまう人たちと、2つに分かれますよね。で、悔い改めなさいっていうのは一番分かりやすいんですけど、悔い改めなさいに限らず、こう預言者っていうのはもう本当にものとはっきり語る。もちろん希望も語るけれども、罪も指摘するし、こう語るんですね。で、本当に主の道を用意し、主の通りの道をまっすぐするために、バプテスマのヨハネというのは、庶民に向かっても目を覚ませということを厳しく言ったし、指導者に向かっても悪を正したし、こう本当に神様の言葉を持って語ったわけですね。で、主の道を用意、主の通りの道をまっすぐするためには、高ぶっちゃいけませんが、本当にひりくだって神の言葉を語らないといけない。これは必ずしも人のなんていうかな、人の欲求を満たす、人に好まれることを語ることではないんですよね。で、この終わりの時代、私たちも同じように再臨のイエス・キリストの道道内をしているわけですね。本当に大量の人々が救われるための、良い道道内をし、実際その働きに入っているわけですけど、その時にこう人が気に入ることを、人が喜ぶことを言うことではなくて、本当に神の言葉を解き放つことが鍵なんです。でも神の言葉を解き放つためには何をしなきゃいけないかというと、神と交わなきゃいけないんです。神と交わってないものに神の言葉は語れません。
また神の言葉を語ったとしても、その言葉に力がありません。力ってのは神の力です。神の力は厳しいことを言っても聖霊の力が働くと、そこには愛があるから、人々の心を捉えたり本当に悔やたみ導くんです。でも真理をいくら語っていても、本当に神との交わりがないとき、聖霊の力が来ないから、それは言葉だけになって人々の心を捉えられないんですね。でまず私は神の前に出て、しっかり神様からまさに言葉をいただいて、でその言葉を神の力と愛を持って語っていく。その時道の内ができる。バプテスマのヨハネは非常に厳しい言葉を語りましたけれども、彼は本当に神の前に出て神から力を受けて語ったので、彼のを通してたくさんの人が神の前に立ち返っていきました。残念ながら多くの人たちは反感を持ちましたが、本当に庶民たち、砕かれた人たちは、用意ができたわけですね。私たちもこの前の時代にその同じように悔やみなさいというメッセージを持って語っていかないといけません。でこれをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。はい、今日はそこまでにしたいと思います。明日また5節からお話ししましょう。お願いします。天の様、今の時はやっております。お願いします。アメン。それでは